にちは。2022年4月15日花うタイム278回目の放送です。本日のパーソナリティは春菜、福バッチ、トシでお送りします。この番組はカバー曲やオリジナル曲、日常で出会った楽しかったことなどを花歌感覚でお届けします。花歌タイム、皆様こんにちは。こんにちは。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。元気です。うん、元気です。今ちょっとあのトシちゃんお腹痛い中なので、あのポンポンペインです。あのフェードインしたりフェードアウトしたりするかもしれませんが、辛い。よろしくお願いいたします。その気持ちよくわかります。ほんとほんと、うん、なんかタイミング合っちゃった ね、うん、なみいつもなら元気なのに、うん、この気候だと、うん、乗り越えれない試練はない。おお、名言名言なのか。今ビオフェルミン飲んだからね、うん、薬に頼りながら。あの収録中ではございますが、あれです、はい、あのフォーホケキョと、はいはいはい、ウグイスが聞こえております、うん、そうなんです。ちょっとマイクでは拾いづらいですが、うん、結構鳴くんですか毎年。毎年春が来たらね、うん、あの裏庭にウグイスが来てね、あら、まあ、すんごいいい声で素敵ですね。鳴いておられるのですが、うん、アンビエントマイク立てとく。あ、結局結局今回、うん、今回だからすごいよね。今年は飲んだかしんないけど、うん、多い、はあ、量がすごく多い。量っていうの？ウグイス量が。ウグイス量が多めです。なかなか高い。ウグイス量が高い感じです。結局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 って言うんだよ。あ、結局まで行くんですね。あれって違う鳥かな？いやいやいや、ほうほう結局ほう結局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 でワンセットですよね。うん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 。すんごい綺麗な声で。うん。うん、何匹も多分いると思うんだけど、うん、でもあんまりね、たまにしか黙認できないやっぱり。あ、緑なんだよあの、うん、ウグイスってね。うんうん、知ってる？ウグイス色っていうだけあって緑なの。うん、あのうちの近くも割とよく見かけます。あ、本当に？うん、あ、姿を見せてくださいますか？僕は泣いてるところはあんまり逆に見れなくて、あ、ウグイスだっていう、うん、あの茶色い抹茶色のあれですよね。抹茶っていうのはあの お抹茶の色のあれ、うんうんうん、緑の、そう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 、うん、あ、本当そうなんだ、うん、結構ね、あのだからそこもうすごい緑じゃないですか、うんうんうん、裏にはだからあれかな、カモフラージュで余計に見えないのかな。あ、そうかもね、うん、たまにね2匹ぐらいあの肩を寄せてね、このフェンスのところに乗ってたりもするんだけど、いいですね、うん、静かにこうやって写真撮ろうかなって思うけどダメなの、全然やっぱり、うん、撮ろうかなって気配がムンムンに出ちゃうわけですね、うん、多分かわいいよ。だから朝早く起きてもずっとだから午前中今の時間まで泣いてるもんね、うんうん、すっごい泣くよね。陽気が良くなってきてる感じですね、うんうんうん、もう夏日ですよ。今日暑いしね、うん、すっごく暑いしみんな半袖だね、うんうん、ほぼまだあのシャツ着るのはちょっと痛いです。あの50肩そう、まあ、ちょっとあれです、あのまあ整体行こうかなってちょっと思い始めているぐらいですけど。本当？あ、でもあれですよ、割とあのネットで見る限りでは正常な50肩です。正常かは分かんないですけど平均レベルの、平均レベルです。そうなんだ、うん、いやかわいそうそれ、痛いの。まあ楽器弾くのにはまだ問題はないので、あ、うん、上げるのが痛いんでしょ。そう、持ち替えとか、うん、そのそこでいててててってなるぐらい、うん、辛いですね。早く治ったらいいね。そうですね、うん、まあまあこれもあのたしなみということで。ああ、そうです、大人のたしなみでございます。ようこそ50代ですね。さて春菜さん、はい、先日のライブ、あ、素敵でしたよ。ありがとうございました。お疲れ様でした。来てくださって、うん、福バッチほとんどもう全部見てくださってんじゃないですか、いろんな一応、いろんな方法で。ねえ、ありがとうございます。本当にあのまさかのあれです、うん、3月31日にあの締め日というか、ええ、あの世間のそうそうすごい日に年度末でだからね。年度末のね。そうなんです、うん、いやなかなかお忙しい、ね、あの時期ですから大変かなって思って、なんか逆に僕はちょっといい感じで見れ、あ、本当なんか贅沢な感じで見れたなっていうふうに、あの来られたお客さんも、うんうん、
ラッキーにも来られたお客さんはすごく喜んでらっしゃったと思いますよ。そうですか、うん、あ、そう言っていただけると嬉しい。やっぱ客席の感じが分かんないから、うんうん、あのね、近くで分かんないじゃないですか、こっち側からいるから、うんうん、どうだったかなと思ってたんだけど、うん、あ、それだったら嬉しい。なんかやっぱりレコーディングと前と後では全然違うなっていう印象がありまして、うん、なんでしょう、今まで歯車がぴったり合っていたっていう感覚がまたさらに更新された感じです、うん、なんかどうやっても歯車がずれないっていうか、うん、なんていうんでしょう、あ、バンドになりましたねって感じがすごくしました。あ、そうですか、うん、なんかやっぱりそういうのあるよね、経て見て、うん、ね、なんかやっぱりさ、なんかそのプロデュースしてくださってる佐橋さんの頭の中でこんだけ音鳴ってたんだって思ったんだけど、うん、想定してるそのご本人の中ではすでに鳴りながらもやってらしたと思うのね、うん、ライブも、うん、だけどそれがリアルに聞けて形になったものをみんなが共有して聞けるじゃないですか、3人メンバーが。あ、なるほどね、うん、でじゃあどこを今度、拾っていくっていう話になるから、うん、だからあの柴田さんのアプローチも全然もう変わってたし、あの最初から あれですね、きっと佐橋さんの頭の中を全員でレコーディングで確認できたっていうことだったのかもしれないですね、うん、ひょっとしたら。そう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 、それで、あ、なるほどねっていうその微調整が完了したライブというか、うん、うん、それすっごい感じました、うんうん、でさらにそのやっぱレコーディングで生まれてることもきっとね多少、うん、あのあるじゃない、うんうん、あのそういったことも含めて、だからお二人がだからめがけてるところが合致してるっていうの、うんうん、より一層合致してる、もう探ってないというか、うん、そう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 、うんうん、だから私もそれですごいやりやすいし、うんうん、自分もねそれをすごく自分で感じることなんだけど、うん、自分、私ってコーラスの役割が多いから、コーラスの立ち位置からの自分の声はね山ほど聞いてるじゃん、うん、今まで。だけどそのメインボーカルの自分の曲に対するメインボーカルっていうのにやっぱ不慣れじゃないですか、回数的には全然圧倒的に、うん、だからあ、こういう感じかって自分が再確認するの。なんか発声とかさ、例えば表現とかもそうなんだけど、うん、自分がもうある程度頭では決まってるけど、うん、こう耳とその客観的に出来上がったものをあの通して聞くと、またよりさらになんていうのかな、クリアになってる部分もあって、うんうんうん、自分の中でだからそういうのもあると思うんだけど、まあ、視点が変わったような感じなんですかね。うん、うん、そうね、そうね、だからやっぱり頭の中で考えていることって外に出してみんなで確認しないとダメなこともたくさんあるよね。 あるかも、うん、なんか伝わってるつもりで、しかもあのその組んでくださってる方たちもすごい理解度が早いから、うんうん、あのあれなんだけど、よりさらにやっぱり明確にその出来上がった地図を一緒に共有できる感じがあるから、うんうん、すごい私もそれを感じました、うんうん、うん、びっくり、楽しかった、うん、楽しかった、うんうん、ついにもう今月で終わっちゃう、まあ終わっちゃうとか、ね、あれですよ、シーズン1が終了ってことですよ。そうかな、うん、そうだったらいいな、またできたらいいんだけどね、うん、まあそこはもう信じるしかないですし、多分そういう声はいっぱい上がってきますから。そうでしょうか、うん、まあすぐにっていうのはちょっと時期的には難しいかもしれないんでしょうけども、時は来る、時は来るかな、来ます。でもすごい嬉しかったのはね、うん、この数回重ねてコンスタントにやってきてて、うん、あのね、同じ方が来てくれてるなっていうのが分かる、うんうんうん、お客様で、うん、だから あまた奥の方いらしてくださってると思って、うんうん、そう思うとすごい嬉しいなと思って、楽しんでくださってるからまた来てくださってるんでしょうし、うんうん、そういうお客様がなんか徐々にね、あの増えている感じがして、すごくありがたいなって思いました、うんうん、感謝永遠に感謝永遠に、はい、でもまあやっぱりいい音楽ですよ。本当、うん、だからこそやっぱり続けてほしいっていう、うん、まあやっぱりそのビジネス的なのでいろんな波はあるんですけど、うん、やっぱり続けた方が、うん、そうですよね、続けなければならない。そうだよねと思います。そう思います、私も自分のためにもそうだしね、うん、やりたいなって思ってるし、
うん、あのまたでももうこんだけなんか振り絞ってさ、あのそのそんなに曲も量産できる方じゃないから、うん、一生懸命このアルバムのために数曲書いてきて、うん、で使ってない曲もあるけれど、うん、だけどこの踏ん張りをまたできるかなってね、レコーディングする前は思ってたの。ああだけどしたらやっぱやりたいと思って、あのレコーディング終わった後に、うんうん、いろんなことを含めて大変なことももちろんあるけど、このレコーディングの経験は本当にもう何にも変えられないっていうか、うん、だから絶対次にこれを生かしてまたあのもっといい曲書けるように頑張りたいなってすごく思いました、うん、心から、うんうん、そうするとまたもっといい曲できちゃうわけですよ。できるかな、うん、いやもう焦らないで頑張ろう、うん、本当またねコツコツやります、うん、小さなことからコツコツと来た、それは絶対言いたかった、お腹が痛くてもそれは言いたい。ハガウタイム。でそうだ、あのあれなんです、1月28日に、うんうん、今年の1月28日にやった、うん、ライブの、あの映像が一曲、うん、風の吹く方へという曲をやってるんですけど、うん、それがあのブルースアレジャパン の、うん、あの公式 YouTube チャンネルで今、うん、あの見れるようになってますんで、はい、これはもうあれですよね、はい、ツイッターの方では告知、うんうんさせていただきましたしま、ね、はい、ありがとうございます、うん、見させていただいております。あ、ありがとうございます、うん、なんかすいませんね本当マジありがとう。若干ストーカー気味になっているのかもしれない分からない、優しいなでもそんなありがとうございます。いやでもあれですね、ファンの気持ちがちょっと分かったっていうか、僕割と追っかけないので、うん、あのあ追っかける気持ちが分かったっていうか、その変化がやっぱり分かるっていうか、あそうなんだ、あなるほどと思って、ちょっとそれは思いました。あ、あの時のライブってああいう感じだったんだとか、うんうんうん、やっぱみんなさ聞き方がマニアックなんだよね、うん、ああやっぱりそれは間違いないですよね、うん、そういうのがじわじわ来るわみんな、なんかそういう人たちが、まあ、割とリスナーの方もそうですし、うん、その関係者の方もそうですし、うんうん、キャリアが半端ない方が多いですから、そうだよね本当に、うん、だってみんな友人ね、誰一人とってもね、うん、みんな音楽長い人たちが多いからね、うん、聞き方がみんなそれぞれあって面白いんだけど、たかしさんも来た後なんかあの目を閉じてコード進行の流れを聞いてたって言われたし、ね、新しい曲のあはるちゃんの今までのコード進行とちょっと違うなとか思ってさって言ってて、マニアックな聞き方してるなみんなと作家の聞き方ですよね、そうそんなのばっかだね、うん、みんな周り。でもやっぱり関わる方が増えるとそういう新しい風が、うん、例えば春菜さんの中に入ってきたりとか、うん、そうですね、うんうん、で春菜さんをよく知ってる方はまた何か起きたなとか、うんうんうん、なんでしょうこのなんか間違い探しみたいな研究会みたいな感じになってますね春菜研究会みたいななんで面白すぎるよみんな、もうありがたいことですね、でも本当に、うん、もうだからそう今回で4月22日にまた4月、うん、エイプリル、ホームタウンインエイプリルというタイトルで、うんうん、今回がですねだから一応そのコンスタントに続けてきたライブの、うん、あの一応一旦終了と、はい、シーズン1最終回でございます、シーズン1させていただく感じなんですけど、うん、ぜひだから最後だからいつになるかがわからないからね本当に、うんうん、やりたいのよ、やる気はあるのよだけどその状況が許すかどうかっていうところの問題がありますので、うんうん、だからぜひたくさん来ていただいたら嬉しいなと思っています、はい、はい、あのちょっといつもと違う思考で、うんうん、ちょっとあの楽しいことを用意しているので、うんうん、はい、ぜひいらしてください、それは楽しみでございます、ぜひお願いします、目黒ブルースアレイジャパンで4月22日金曜日、はい、19時開演です、はい、よろしくお願いします、ぜひぜひ。鼻歌タイム。それではこの辺で本日はお別れの時間となってしまいました。番組に関するご感想、楽曲リクエストなども大歓迎です。
ハナウタイムオフィシャルサイト http://hanautime.com、 ツイッターアカウント、インスタグラムアカウントは @hanautime。 本日のパーソナリティは春菜、福バッチ、都市でお送りしました。それではまたお会いしましょう。朝なぎ浜でまた会いましょう。